中日、広島両ファンが発狂。同点が一番つまらない。なんで走るんだ川越。長い試合だったね。今まで何を見ていたんだろうか。最下位のチームらしい、素晴らしい試合でした。何のための溝脇だよ。あれで挟まったらもう無理よ。まあ、川越屋でしゃあない。ここが一番しびれたわ。岡野って、いい時はめっちゃいいよな。田島を2軍にしてください。今日はマジで、中継ぎに負担かけすぎ、課長は残業してくれよ。僕たちは、4時から20分、何も見せられてたんでか。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報を発信しているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。